大村駐屯地とは、長崎県大村市西犬姥町416に所在し、第16普通科連隊等が駐屯する陸上自衛隊の駐屯地である。最寄りの演習場は、大田部演習場と大野原演習場。駐屯地北側に屋内射場がある。第16普通科連隊長が駐屯地司令を兼務。資料館が設置されている。大村駐屯地資料館、鎮西忠部館、大村駐屯地資料館は、1897年に、旧陸軍歩兵46連隊の本部兵舎として建てられて、現在120年経っている。昭和21年に、長崎師範学校として使用し、昭和27年7月第10普通科連隊が、針尾駐屯地から大村駐屯地に移駐。昭和29年8月第10普通科連隊が北海道へ移駐。昭和29年8月第16普通科連隊編成完結。昭和55年7月10日から資料館として開放されています。また、大村部隊が旧陸軍で盛況と謳われていたため別名、鎮西忠部館と呼ばれ、鎮西は九州を西部は武勇を意味してます。鎮西忠部館は、大村部隊の後期ある伝統を後世に伝える資料館として開放されており、館内は14室に区分され、歩兵46連隊の戦士、立花中佐、雲仙普賢岳及び、東日本災害派遣資料など、約1500点を展示しております。日本陸軍アメリカ軍等警察予備隊保安隊、陸上自衛隊、第4師団零下部隊西部方面隊零下部隊、基幹防衛大臣直轄部隊。ありがとうございます。